今日は間違えて洗濯物に入れないようにするこの全身赤タイツ。もう一度お送りします。当たりますけども、はいはいはい本日9月20日7時40分みんな大好きマクドおじさんなんだからね。はい、ということでね、まあ朝ということでまずアイスコーヒーですね。深い。マクドのアイスコーヒーはね、苦いんじゃないんよね、深いんよ。僕はこの深い感じより苦い感じの方が好きなんですけどね。そんなんどうでもいい。ちょっと朝やから元気ないな。ちょっと待って、ちょっと待って、なんか元気の出し方はないかな。あたおか。このマクドおじさん、いつも新商品ね、季節物出たら食べるじゃないですか。期間限定ですみたいなんて食べてるじゃないですか。今回違います。今回違いますよ。今回ですね、17年ぶりらしいです。で、17年ぶりですか。ワンちゃんだって今生きてない頃はいるやろ。僕の視聴者でワンちゃんね、17年ぶりにね、エビの新サイドメニューが出たということで、こんな朝からね、この格好して行ってきましたわ。あ、ちなみにアイスコーヒー2個あるのは気にしんといてな。これも、これそこに立ってる彼女さんの分やからな。あ、おはよう。今日も愛してるで。ってことで召喚しよう。どん、あ、こんな感じなんや。僕はエビ以外に興味ないよ。プリプリエビプリよ。僕、エビが大好きなんですよ。大好物ってわけじゃないんですけど、お寿司とか行くとですね、やっぱ甘エビばっかり食べちゃう。サーモンとか甘エビ、どんだけ凍てんねん、お前。お前、これ1個で何個入りか知っとんかいや。ちょっと QR 読み込んでみよう。こちら、プリプリエビプリオ、260円の164キロカロリー。食べていくよ。チキンナゲットみたいな感じですね。うん、わ、エビのいい香りする。でね、これソースとか特にないんやね。いただきます。これん、食感がちょっと思ったんと違った。食感と衣が思ったんと違う。衣がね、パリッといけないような、うん、油強み。はい、正直やな、そないやわ。うん、名前にさ、プリプリって書いてあるからさ、もうプリプリなんやろうっていうあれが強かったんやけど、そんなやで。10個完食。15個目いこか。17年ぶりとか言うてますけど、20個買って失敗やわ。まあ、僕みたいな、年越えて、おいたんは、ちょっと油がきついかもしれんけど、子供とか、好きかもしれんな、案外。うん。そこまでや。これ絶対そこまでのやつや。まだあったて、マクド。まだ寝れたぞ。まだ寝れるやろ。なんやこれ。ただ、パッケージは可愛いよね。うん。ちょっとパッケージは可愛いよね。はい。はい、ってことで、残り5個。どうせやったらさ、もうタルタルソースとかつけててくれた方が良かったで、これ。これタルタルとかつけたら絶対うまいやん。ケチャップでもええと思うけど。これ買う。みんな、ケチャップかマヨネーズもらえる？マクドでマヨネーズってもらえるのかな？ケチャップはもらえるやん。タルタルとかあったらな、絶対美味しいねんけどな。エビ使ったソース、さらに追いエビするとかで。ほら、いかんわ。初めてかもしれへんな。マクドでこんなに評価悪いの俺。最後の一ついただきますね。うん、ごちそうさまでした。こんなエビ好きの僕でさえ、エビ好きかつ子供時代の僕でさえね、ほーって感じなんでね、ぶっちゃけそんなうまないわ。やったら俺チキンナゲット食うわって感じかな。まあ1、2個はやっぱでも食べてみたい感じはある。リピートは絶対せん。うん、これなんかアンケート取ってほしいね、マクドさんにね。ネットとかで。プリプリエビプリをリピートされますか？もう 98% しません。うん、多分。アンケート多分 98% はしないと思う。
まずいわけではないけど、プリプリ感そんななかったし、油重いし、僕が今行ってきたマクドの油が腐ってただけ？そんなことないよね。家族とかいたら、みんなで一個ずつ食べてみるみたいな、うん。5個入ってるからね、買ってみんなでちょっと1個ずつ分けて食べてみるのもありですね。あ、めっちゃうまいってなったらまた買ったらええし、あ、アークさん言ってたことわかるわ。うん、これなんか油重いから、おっさんらわしらいらんな、そんな、なお前らどうや子供たちみたいなね。これもしマクドナルド関係者いたら見てほしいな。僕シャカシャカチキンの新フレーバー味募集とかのやつでね、ご当選おめでとうございますとか、結構昔からね、いろいろそういうのマクドさん食べてきてるんで、懐かしい。シャカシャカチキンのブラックペッパーなんて、あれ俺が発案したようなもんやで。多分世の中に何人もいると思いますけど、あなたの味が商品化されますみたいな、そういうあれが届いて、なんかいっぱい来たね、剣が。昔あったな、そういうのも。なんでマクドさん、関係者もし見てたら、消費者からのアンケート取って味出した方がええで。さあ、ってことで本日もご視聴ありがとうございました。もしね、このマクドおじさんがね、面白かった。面白かった？ちょっとね、食べてみたいなとか、ちょっと試しに食べてみたいなとか、そういうの思ったら、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、本当にお願いします。言うて、よし、アークでした。